有村光渡は、日本の舞台芸術作家、パフォーマンスアーティスト、舞台演出家、舞台美術家、女優。エンテラパックス主催、鹿児島県鹿屋市出身。幼少時より、進撃に親しみ、中学高校と演劇部に所属する演劇少女だった。4歳からピアノを習う。小学6年生で、YMO の影響によりバンド活動を始め、作曲学理科。 現代音楽専攻へ進学。演劇への熱意が捨てきれず在学中より演劇活動開始。劇団所属当時、ファッション誌、オリーブで舞台メイク講座を担当し、記者から毎回一味違う役どころをこなしていると評された。この頃、アルバイトで詩人、萩原作太郎のひ孫の子守りをしている。エインテラパックスでは、 ミクストメディアを用いてトータルなアートディレクションと独自の演技メソッドによる先進的な表現活動を行う。気策で真摯な性格により、周囲の関係者、スタッフから人望が厚い。パフォーマンスは、長谷川六、笠井明、小林佐賀、岩名正式等、舞踏歌書士から絶賛されており、90年代初期には、和栗幸夫ワークショップのアシスタントとして、 舞台上で手本を見せていた。女性でありながら男女どちらをもこなす演技力と中性的な雰囲気でコアファンの支持が高い。舞台、映画出演多数。弟は音楽家、プロデューサー、作詞家、作曲家、アレンジャーの有村なり祖,祖父は移動用放家の子、石踊り長種、ね。以下、エインテラパックス、作品制作、主演当時18歳。 現代音楽とパフォーマンスを融合させた作品を発表。対談まで主力メンバーとして、計23本の作品に出演。代表作、不思議の国のアリス、セイミカエラ学園漂流記、女神ワルキューレ改定業、原始神母神ジフホスほか、ハムレット、サロメイ出演。ムーバーを務め、映画監督、黒沢ンをして、天才と言わしめる。元クリエーションパートナー。 現在、小林秀夫研究者、文化交流プロジェクト、ソロでのアートパフォーマンスシーンを担当、文化プロデューサーは、表白くよう、極めて稀な巨大ポリープが子宮内で2個、繋がっていた、良性、ポリペクトミー手術成功、処方薬の筋弛管作用と選手による、警部圧迫のため、神経性突痛のためコルセットや、ハーネスも使用できなくなっている。 2021年1月28日開始。2021年2月8日開始。休名は、ネットラジオベビークラブ。自分で主催しているクラブハウスの3つのルームは、私にとっては、緩いレジスタンス運動のようなものです。まあ、じわじわやります。との本人談もう一つは、リスニングルームエレクトロニカよりな軽音楽をあなたに、で常設ではない。短期間。 孫の萩原作美氏公認。読み、石踊りエイン。日本テレビ系列で放送されていたテレビ番組、日立ドキュメンタリー素晴らしい世界旅行や、書籍、花を求めて3000キロ等で取り上げられている、洋蜂家。祖父は、十位、祖母は中高校の音楽教師で、子、石踊り歌。現代美術家、平野二郎とのコラボレーション。建築家、熊健吾とのコラボレーション。 サウンドアーティスト津田隆史とのコラボレーション。演技指導兼任、表現レッスンクラス。ゲストパフォーマーとして、ボーカル、朗読、アジテーション、パーカッション、パフォーマンスを担当。当時、MMM のメンバーだった大橋二郎が、リーダー、グラビアとオリジナル曲3曲収録。94年、同バンド改ざん。ありがとうございます。